天童先生ですよね。怖い、マジ怖い。天童先生じゃないですか。天童先生、天童先生、誰？え、天童先生だよ。天童先生知らないの？俺マジ知らない。え、天童先生だよ。え、天童先生絶対いるかな、この後ろ姿の感じ。いや絶対これ天童先生だって。来るかな。どうした。いや天童先生かなと思って。天童一緒に。おバーカ、天童先生だ。あ、何オリジナルキャラ、あれですか、あれですよね、話題のあれだよね、昨日終わったやつ、ドラマですよね。ああ、そう、あの恋は続くよどこまでもの、あのド S の医者役、天童先生です。え、俳優さんはとりあえず抱きしめさせる。わーいねーよなーそこまでやんねえな。何これ、たける氏歌わんわそこまで。こんな、こんな感じなの。いや、こんな感じ。これは誰が。いや、これをね、たけるさん。あ、たけるさんなんだ。たけるさんって呼ぶ。いや、もうあれはもうたけるさんって呼んじゃうわ、もう。たける兄さんね。いや、すごかったんだよ、昨日。昨日ね、としみつと二人サウナ行って、で、まあ10時からあの番組始まって、まあ、休憩室でわーってやってたら、恋を継ぐための最終回、うわ最終回だ、見ようと思って最終回だけ2人で見た。だけ見た。別に見てたわけじゃない。最終回だけ見て。最終回だけ見た。楽しいことあるの、それが。めっちゃ楽しかった。すごい。いやもう、みんながね、やけに言うじゃん、こいつずこいつず。大きくね。うん、どんな、なんそれって思ってたのさ、うん、もうドラマあんま見れる時間ないっていうか、まあね、ゆっくり、ね、ゆっくり見ようかなとは思えない感じになってしまったんで、うん、あれだったんですけど、もうあれはね、見とけないな、あれはやばい。いやーあるよ、ね、今の聞いただけで俺 見とけばよかったって思った。お前すげえ、そしたら相変わらず俺のこと好きって顔してんな。マジ、あマジこのテンションな、すごっ。え、なんかもうお前を叱ることはできないみたいな。ああ彼女、まあまあ彼女かな、彼女、知らない知らないのか、多分、多分彼女、まあ彼女かなんかですよね。上白石さんね、うん、俺はお前を愛すことしかできない。イレギュラー、そんな挟まる。いや結構5回ぐらいあったよね、しきりに流れる、しきりにアイキャッチみたいじゃん。面白すぎて、面白いって言ったらあれなかも。いやでもあれはすげえ楽しい、なんかもう楽しませてもらったにしと尽きる。でもそれはだってキャラでも楽しませるっていうのは一応コンセプトである。そう絶対ある。そういうことなんだよ。あれやばい、哲也大好き、絶対に。今の多分めっちゃ好きだよ、俺めっちゃやっちゃうタイプだよ、そういうの。いやあれやばいぞ、お前。いや面白すぎるあれは、ほんとに。まあ飛行機で、あのまあネタバレになって、まだ録画してること見ないでほしいです、こっから、うん、まあ僕も最終回しか見てないんで何が事故かわかんないんですけど。確かに、どこからがダメか分かんない。彼女がね、うん、魔王と勇者みたいな、はあ、ド S の彼、ド S の医者だ、魔王がそうだけどさんね、で、医者、あ、勇者の方が、勇者ちゃんが上白石萌えさん、ああ、カップルが魔王と勇者、そう、で、もうほんとド S とド S の関係だ。で、もう留学すんの、留学だよ、多分あれ、多分留学だよ、多分留学だよ、そんな曖昧な回線だ。多分留学なんですけど、その空港にその日もう行っちゃうのよ、うん、明日から行っちゃうみたいな感じで。どっちが、あの、勇者ちゃんが、ああ勇者ちゃんが行っちゃって、その18時フライト、うん、っていうので動いてたの、みんな、うん、で、その18時っていうか、まあ、15時ぐらいかな、あれ15時半か15時か分かりませんけど、まあ、時計出てないんですけどね、そのなんか魔王武尊さんはもう説明、その医者の学会、説明会じゃない、学会みたいなやつあったんですね、その我が病院に関してもバンバンみたいな、その大人がいっぱいいるところですよ。で、一方その頃ナースステーションではみたいな、あれ勇者ちゃん18時って言ってた、これ16時の間違いじゃないってなって、2時間早い間違いだった。ああ、本当は早い。で、勇者ちゃんは空港で、え ?16 時?みたいな、急いでください、急いでくださいって言われてるの、CA さんに。で、うん、でバーって、はぁって行くじゃん。ちょっとバーって戻ってきて、画面が。で、武田さんが喋ってるじゃん。で、ナースステーションからお知らせ。で、後ろにバーって大人が、こうやって、
これ紙を見してね18 飛行機のマークでまず飛行機のマーク、うん、バッペラッ18バツ16丸やばで、こうやって武田さんがなんとかなんとかなんとか行っちまうってなね、目開いたね、やばいやばい、マジか、うん、本当は間に合わずやばいやばいやばい。で、多分その上司かな、上司だと思う、多分な、あれ、うんうん、隣にいた、山本浩二さんかな、そう、でも違ったらもう面白いんですよ、その上司的な人が気づくわけですよね。で、武田さんはみたいな、やめれないでしょ、うん、やめれないでしょ、喋り出したら上司の人が、すいませんみたいな、天童先生は急用が入りましたのでこれ、失礼させていただきますって。あら、で、あんな超かっこいい、そう超かっこいい、いけよみたいな、で、なんかすげえパッて見て、いけよみたいな、グズバッみたいな英語を言うの、なんかかっこいいでも、まずこう持ってきた人もいけよいや言っちゃダメ言っちゃダメめっちゃめっちゃ言ってためっちゃ言ってためっちゃ言うやん最初から言うカンペな感じなのにめっちゃ言ってためっちゃ言ってじゃあ最初から言えばいいじゃんでもめっちゃざつくんだねえ、なになになにみたいなそれ、ね、で失敗じゃんそれで、小田倉さんこまあだいたいねだこのアングルだったよねこのアングルだったよねだこういうあそうアングルでガタンマイクをもうつける、置いてこれ走り出すのほんとそう、まんまそれ走り出してだからもう間に合うのっていう早くって言われた直後にそのシーンだったからいやもう間に合わんやろ病院なんだからと思って、うん、でめっちゃ急いでんだからめっちゃ急いでんだめっちゃくちゃ急いでんでしょうねガーってもう出国ゲートくぐる前ぐらいのとこで、うん、ガーって言ったら名前忘れちゃったな勇者ちゃんのね七瀬ちゃんです後ろの方で追いつくんだよね七瀬ここから七瀬ちゃんやってもらっていいですか哲也さん。まあ出国ゲート。出国ゲート。ガラ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 。でけえな。これ相当距離あると思ってね。うん。ガラ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 。七瀬！てててててて。なんて言ったっけ？なんかすごい。めっちゃ大事めっちゃ大事めっちゃ大事でしょ。わかんないのよ。いやなんかもう時間ねえからよ。今から言うことを聞けよって言ってあーそうそうそれも一つみたいな感じでまあなんか忘れちゃったけどあ、長ゼリフあでお前向こうで浮気すんじゃねえぞみたいなはいですねそれ誰それ誰俺これさこれ休憩室の俺休憩室の俺らこっち側ねこっち側ねってやってでなんで最終的にねそのゆうしちゃんも最終的にはあれですよ帰ってきたら帰ってきたらなんだっけマジでわかんねえな そういうシーンいろいろ言って文言も言っていろいろ見てよ見なきゃダメだな見よだって今俺聞いてるだけでちょっと泣きそうだったもんいやマジやばい激アツシーンめちゃくちゃ好きなのこういうのいやでもその二人のストーリー知らずになんで感動できるのいや最終話だけなんかあったんでしょうよっていうにわかさもなんかおもろかったにわかさこのにわかさを感じてほしいよねめちゃくちゃ好きな二人でさそんなね急がなきゃ間に合わないってとこで間に合うってもうそんな感動的なことあるうわーってなるよ何感動するよいやいやだって現実さなかなか間に合わないわけよそういうのってでも間に合っちゃうからね感動ですよこれがで1年後だよねあ1年後あるんですよその辺書かれてんのいいですね帰ってきちゃうんですよ帰ってあらそういえば今日ゆうしょちゃんが帰ってくれるじゃないっつってナースステーションの話よりですねあれナースステーションじゃなきっと知らんけどバスコンと降りて桜が咲いてんだよねありますね、それねって見てたらいるわ、それ絶対ね絶対いるわ来るんだよねえ、向こうの方に青いトレンチコートを着た先生がいるんだよねヒントがあっちゃってあら相変わらずどのコーナーのどのコーナーだよな全然わかんない相変わらず岩石みたいな顔してんな、女そんな感じだそう、やばいのキャラがで、なんかあ、わかった、違うわ相変わらず俺のことが好きで好きでたまらないって顔してんだそうそないやんうわ、言えないやん岩石何マジでもうあれ最高ですようわちょっとめっちゃあれなんでみんなで集まって見なかったんだろうって後悔それ絶対だって高校の時とかだったらさいや、半端ねえよ全員の女子に言うよねガラガラ朝さ、これ投稿したお前絶対言うもんねハーキモハーキモハーキモ好き
引っ張すぎでしょ。しばらくキメーキメーって言ってキメーいるんだよね、徹夜キメーいるんだよ、いるんだよな、それですよ。そうなの、いやー、いいな、見てー。だってその後のね、車の中でのアイラブ一番響いても今まで聞いてきたアイラブで、俺めっちゃ聞いたもんね、あれ今まで結構たくさん聞いてきたよ、ここまでね、昨日までアイラブその1曲を、昨日が一番響いた、昨日のイレギュラーが一番良かった。大事ね、同じ音源になるんだよ。響いちゃったんだ、同じ音源になるんで一番良かった、イレギュラー。イレギュラー大きいもんね。6時、4時でマジで、ね、気になるな。いや俺らは9時22時のローリーを受けてた時ですよ、本当に。サウナ室で見たっていうのがまた良かったね。そうなんでっていう。家では絶対見ないんだよ、サウナ室でなんか流れてるのよ。その前の飯屋でオロポを飲んだ時があって、その時も抱きしめたシーンだったの、うん、その時のね画面と芝居をね、そこってパーッと動画があるからちょっと見て、普通におもろいから。抱きしめてますね、超抱きしめてるでしょ、うん、もう大好きじゃん、うん、大好きだ先生、大好き、めちゃくちゃ好き、いいですね先生、大好き、この目ね、先生大好き、オロポ大好き。竹内さんを抱くのと同じテンション感でオロポ抱かないでください。もういや、よかったっていうのにちょっとハマったよっていう、なんか本当にね、ハマったよ、ちょっと申し訳ない気持ちになった。なんで俺このドラマをもっと広めて広めることができなかったんだろうって、その自分の愚かさというか感じましたよね。もっとできたはずじゃんね、ハマってたらね、うん、だって俺それをたくさん使って他の人がハマるためのね、そのきっかけになると。だって3ヶ月あんだよ、ドラマワンクールで。なんだ3ヶ月間何してたのって話になるじゃん。俺らこの3ヶ月だからもう生きてなかったんだよね。1ヶ月半ぐらいでさ、ね、よしじゃあ恋は続くよどこまでもじゃん、タイトルが。じゃあ恋は続くよどこまでもっていうコント取れたじゃん。ね、哲也がいろんな、まあ、誰かみんなこうやってね、ピザのセリフ、エトレスで言ったら、哲也が、イレイラーって言うだけのコントをさ、不意に何パターンか取れたわけじゃん、それだけ。深夜番組みたいな、そういうだけでしょ。いや、テレビ見ること大事かもしれないですね。結局ね、テレビってクオリティ高いんですよね。うん、いやあれ大事だって、今で思い出すと自分腹立つわ。見てー、なんかないのかな、そういう配信されてないのかな、ちょっと調べますね。曲によってあるよね、見逃し配信とかね、そういうので見てくださいよ。 TVer とか、 TVer ね、あ、Hulu もあるんですかね。テッティアが好きなドラマはどんなドラマだろう。ドラママジで見ないんだよね。そうだよ、俺何見てたの。ドラマの話題なんてなったことないよ。俺が過去に見たドラマってなんだ。美女と野獣とか映画じゃね。あとめっちゃキスすんだよね。ね、そう、最終回でなんか何回してんだってぐらいあの二人キスするんだよね。へえ、なんかもう、大事ねみたいな、恥ずかしくて見れんよね、もうキスキスだけ整っちゃいそうな。すごい、ね、やばい、あれはポカポカになっちゃうのよね。それはサウナが好きすぎる。だってこれさ、これってエグくない。あら、これさツイートがね、おぉ、好きになっちゃうだろう。え、ってかさ、こんなんさ、付き合うやん。なんてあーもうこんなん付き合う。この写真、これカップル、ドラマのさ、写真にした。あ、それオフなの。ん、いや、これはツイッター、公式ツイッターの写真なんですけど、2人がこうやって、傷つきながら向かい合ってるやつ。いや、もう完全に若者のトレンドと化してたわ。おじさんでした。終わった、終わってた。あー、雑魚だ。魔王はほんと性格やばいのよ。それに立ち巻く勇者ちゃんみたいな設定なんだよ、多分。なるほど。多分ね、恐らく、うん、多分なんだよ。法律配信パラビですかね。パラビ、パラビで見れるんじゃないですか、これ。うわ、あ、見れるな、これ。見れそう、見よ、はい。あー、見れるな。月額1017円で見れちゃうな。月額なんですか、多分。1ヶ月で見れば1000円ちょっとで見れちゃうってことですか。絶対解約しねえだろ、お前。解約したことないだろ、そういう戦法な。ドラゴン桜とか見れるじゃん。あと、ドラゴン桜懐かしい、ね、見たいな。パラビ何が見れるの。アニメ見れるよ、国内ドラマ。あ、孤独のグルメとか見れますね。おお、 あら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 てかさ、次のドラマ見よ、4月スタートの。分かった、ね、これだっていうの見よ。4月、でもこれ約束しよう、みんなで、これ見ようって。4月
で、学校みたいに昨日見たって言えばいいな。あれ大事なんだよな。うん、あれがあるから俺たちっているんだろうな。春からの恋愛のドラマって絶対ね、刺さるものがあるんですよ。だって春に生きてる俺らが春めっちゃ横に首振らないでお願いだから。ダメ、めっちゃ首振らない。ようさんね、赤いよ。ようさん、前らだってドラマ見たことないでしょ。海外ドラマしか見ないよ。いや いや見てましたよ。めちゃくちゃ見とったって。日本のドラマ全然見てたよ。うっそ、高校でドラマの話実はしたことなくない？いや、びっくりした。実はクラスでドラマの話一度もしたことない。いや、絶対あるね。なんかあるだろ。じゃあ、高校の時に流行ってたドラマ何？2011年ドラマ。高校の時流行ってたドラマは、リッチマン、プアウーマンとか。違う？ノブタプロデュースとか。いや、違うよ。お前同じクラスや。したことないじゃん。ないわ。ほら。うわ、ちょっと待って。4月から半沢直樹やるやん。やばっ。これは見るしかない。浦安やるよね。やる。浦安も熱い。熱いね。夏からドラゴン桜2やるしね。でーん、でででで、丸物落ちですよ。2011年え、やるの？違う、2011年ですよ。見てなかったな。マジで見てなかった。丸物は見てた。謎解きはディナーの後で。あー、よ、存在は知ってるな。まだあるよ。鍵のかかった部屋と、まあもうちょい後だ。ちなみに DKY コースターマジドラマ見てなかったです。話題にならなかった。アングリーバードばっかやってたからさ。難しい。あとテンプレランね。スマホで立ての時ね。おばちゃんとなんかですかね。おばちゃんと炎。それガラケーで芝居。おばちゃんと炎めっちゃうまいんだよね。めっちゃうまい。特技おばちゃんと炎だからめっちゃ。特上カバチとか見てましたけど。知らん。知らんかんないっす、あんまり。マジで俺聞いたことある。少なすぎて古いのしか出てこない。ちょっと次のあるのかな。派遣の品格やるわ。有名ドラマなんかないかな。あの郷さんと源さんのジャンキがおるのよ。積む練習してる。ジャンキがおる。麻雀の鬼と書いてジャンキがおるんだけど。いいってジャンキ打たなくて。春からの新ドラマか。春から新ドラマ、麻雀やんない？麻雀の、麻雀系。麻雀のドラマないですか？月9でジャンキーっていうドラマなんか。夏もなきなんちゃらっていう漫画の、なんだっけな。これちょっと、週に一回雀荘に行くのもね、だってルールしたよね。大事ですからね。はい、うん、に座ってなきゃいけないんですから、日頃から。うん、なるほど。調和しないといけないですね。どこがいいんだな。なんかさっきね、これおもろそうだなってやつあったんだよね、次は。うん、それだけちょっと決めよう。ね、半沢直樹はちょっとなんかやりたいな。え、なんかそういうのもいいんだけど。CR 半沢直樹恋愛見たくない。恋愛みたい。まあ結構恋愛でってのは本当に来年の春までまた出んかもしれない。いやでもあのドラマが最強だったな。恋愛だったらここ最近で一応盛り上がり見せてから半沢る。4月17日ギャーって言いやすいっていうのがやっぱいいよね。深夜2時半そのしめやかな大人のやつだとちょっと厳しいかもしれない。そういうのがいいよね。なんでなんかその魔王みたいなさ、鬼みたいな人をさ、女子って好きなのかね。本当にいたらめっちゃ嫌われると思うよ、多分。いや、ジャンキーが何を言うか。イケメンだからね。イケメンだったら悪口っていいんだ。そうだよ。イケメンだったら目つき悪くていいんだよ。女の子はそういうのが好きなんですよ。なんで沼 TV とか結構キュンキュンするやつ多いよね。なんかそっち系のイメージ。リアリティショーじゃないですか、それは。沼 TV だったらね、佐野勇斗くんとか出てる。主演でちょっと恋愛系ないなあんまり。なんだろうな恋愛系。アスキミとか終わっとるじゃない。徹也が ああいう役やってたらと思うとめっちゃ面白いんだよな。役者さんってさやっぱ普段のさ素をあんまりさらけ出さないの大事だよね。確かに。それがあるから役見れるもんね。だって俺らがどんだけ演技上手くてさなんかやってたらさ、いや笑っちゃうもんね。あの子するやん。大事だわやっぱり。割とみんなミステリアスだもんね。ね、うん、大事だわ。本当にこういう人っていうふうに見えるっていうのがね、うん、大事ですね。4月2日の木曜日の夜中の12時から、うん、新川優愛さんのギルティ、この恋は罪ですか？ありっすよ。ああそれ恋愛なんだ。じゃないかな。だからこの恋は罪ですかとかそうじゃない。いやでも絶対ドロドロしてるやんそれ。いや12時ってのがちょっとねドロドロですよね。ギルティだよ。しかも絶対ドロドロしてるやん。濃いやつね。どういうターンが小池徹平さん
うん、なんか連ドラ見ようっていうのを決めてるでしょ。恋愛のでしょ。なんで恋愛してるやつらが恋愛ドラマ見んの。意味ないって。お前ら今の恋愛満足してないから見んじゃないのそれ。いや違うよ。だって本領くんね、いいもんね。ですね。でも彼女いないじゃん。いない。まあ、まあ、ここも、まあね、あんま関係ない。まあ、ここの、ここだけだけど、言っちゃえば。でも彼女いないじゃん。彼女いない人が恋愛ドラマ見てさ、ちょっとそれは鼻で笑っちゃいますわい。あ、落ちてんな。彼女いないから見なくていいとか。彼女いないから、見ないから彼女いない可能性あるやん。だって彼女いるならもうそこでキュンキュンできるんとちゃいますか。いや、勉強不足だよ。より彼女をドキドキさせることはできない可能性ある。はい、パンチライン。ここで、はい、ここでね、ここで私たち 見る側、見ない側分かれるじゃないですか。見た私、一歩リードです。後で後悔します。ああ、一緒に見とけばよかったな。徹夜先行ってしまった、そうなります。高2が高2コンボを噛む。これ大事ですよ。じゃ一緒に見たら、うん、ドラマが終わる頃にはなんか新たな展開が待ってるわけですね。見た人にと、見た人にだけなんで見なかった人には何も来ないんですよ。結局行動力ですから。こういうね、ベタなことってやっぱ大事なんだねみたいな。そう、あ、ベタなことね、言ってね、これまでね彼女が喜んだりしてきましたよ、過去。徹夜ベタだもんな。マジでベタだ、うん、ベタだな。徹夜ベタベタだ。告白のセリフ、ドラマのまんまだよ。びっくりした。それ嬉しいのかな。もうね、確かに自分の言葉じゃないやんってなる。言うことって結局無難じゃない。付き合ってくださいをどう変換するかっていうね、うん、そこをちょっと木田にね、それ引用してるやん。どうせ何かかぶんだから。いやー、そうだなー。いやでもそれは参考にすべきだったなー。マジでね、もがしたね。ね、ちょっとなんとかなんないかなー。いやパラミがあるんで。ああ、そっか。いやでも会話できなかったのがつらい、その世間。いや、そうなんだよね。配信で見てもさ、ペースがさ、世間と一緒じゃないからね。今ね、盛り上がってきて意味ないんだよな。いつの間にか流行ってて気づいたら終わってるもんな。おじさんだよな。だってあれも見てない。いつの間にか終わってる、ね、あなたの番ですも全然知らない。1秒も知らん。1秒も3年 A 組もね。あー出た。 あれ流行ってたね。知らない。絶対こいつ今カメラ撮ってん。カメラ下手やん。覚えてるから知ったで今。あ、5年ぶりに会ったら魔王になってたんだ。なるほどね。いやー、むずいなカラティとか出たらめっちゃ見る気になるけどね。あー、めっちゃ楽しい。めっちゃ見る気になるよね。え、5年ぶりに会ったの？どういう話？幼馴染だったね、実は。あの、勇者と魔王。幼馴染？マジか。絶対違う人なんだよな、ハマってる人のリアクションは。その後、5年後に、その幼馴染の時はめっちゃ優しいやつだった、魔王は。あ、なるほど。でも5年後会ったら、やべえやつになってたって。なんでいや、わかんないですよ。バカに分かる。しかも最終回知ってるドラマ辛いぞ。いやいや、関係ないんですよそういうのって。最終回はもうああなるんだ。もう攻撃は絶対留学するんだよねっつって。いや、そうだよ、絶対最後空港行くんだから。ドームジも行ったもんな。確かにドームジ行ったわ。いやいや、見た、花田見た俺。ええ、花田エンドコーナー。昔昔。ああ、てか花田やばくない。花田おもろいよ。花田めっちゃおもろいよな。花田やばい。階段から降りてて FO って言ってんだよ。面白い。花田最高だよね。いや、ごっこはみなぎったよね。そうね、最高だね。え、一番あー、花見だー。だって、マーキノとかもさ、あんなネタにされるぐらいおもろいってこと。いや、あれは完全に、うん、ね、だから今のそれがいい。そういうことだったね。本当にそんなインパクトを残してんだ、あれ。いや、花田はちょっとすごすぎるね。原作もすごすぎるから。そうでもジャンル的にはそういうことだよ。じゃあでも半分お笑いとして見たらちょうどいいってことです。お笑いとまでは言ってないですよ。そこまでいかん。ちょっと気をつけてください。いやいや、おもろいじゃん。いや、おもろいよ。エンターテインメントね。エンターテインメントっていう。お笑いは違うんだよ。基本的にかっこいい人って面白かったりするじゃん。その行き過ぎたかっこいいって。そうロックスタートそれを楽しむものでしょって思う。そうだ、それに自分がなれるんですよ、見てると。見てるときに自分もその立場になっちゃう。誇張してるから面白いわけだって、あれを実際やったら変じゃない。あ、そうか、もうりょうさんはもうすでに鼻触るいだから大丈夫。
うぜぇ見なくていいんだよ。誇張じゃないんだよ。違うんだよ。あれだよ。やばいじゃん。鼻血あるの実際見たらめちゃめちゃ痛いじゃん。別にバイオリン弾くだろ、道で。めちゃめちゃおもろいもん。あれをね、踊り場の階段で本読むの。確かに、すごいな。すごいやってみたかったもん。汚くてできるもんじゃないもん、ね、踊り場汚すぎて。とてもできたもんじゃない。あんな真っ白のね、服で。いや、やっちゃうタイプだったな、俺。なんだっけな、メイちゃんの執事って聞いたことある。うわ、懐かしい。あいちゃこうて中学校の2年ぐらいかな、多分。で、水島ひろさん、うん、が、多部未華子さん。違うわ、エイクラナナさん。エイクラナナさん、全然違うわ。エイクラナナさんに、ね、なんか、まあ、その二人なんですけど、うん、メールで、なんだっけな、普通に直接かな、好き、なんか好きなんだよって言って、え、何がお前のこと好きなんだよ。あんた、なんか確かそんな感じがあった、はいはい、丸パクリしたんだよ。で、マジで可愛いんだよな、哲也。中2でさ、直接会うことができなくて、メールでやっちゃったんですね、俺我慢できずに。うん、あの、好きなんだよって言って。で、あれって何がって帰ってきて、お前のことが好きなんだよっていうものやって。いい、好きなんだよって言ったら、帰ってこない。めっちゃ待って帰ってこないから、追撃でお前のこと好きなんだよ。かわいい。はずで、また帰ってこなくて、だから付き合ってほしいって送って、振られた。めっちゃ振られるよね、中学の哲也って。全敗。中学全敗で、高校は全勝だけど、全部振られてるんですよ、ね。付き合ってほしい。すごくいいくない？学校に行ったら、一人執事がつくっていう設定さ、誰が考えたの？天才だよな。ああ、そういう設定なんだ。めいちゃんの執事ね。